アキちゃんは将来何になりたい？ママのような素敵なお嫁さんになりたい。どうしたの、いきなり。え、またお見合いの話？だからそういうのはいいの。恋人は自分で見つけるから。電話かけてくるたびにお見合いって。恋人なんて。アキ先生、あれ、なんでこんな。ママは束縛のエレメントをかけたんだと思う。ママのエレメントは私よりずっと強力だから。いきなりいなくなってみんな心配してるかな。大山健が昨日から行方不明？何かあったんでしょうか。そのトイレ。大きなのっぽだ。ってことを平然とやっちゃうんだろうけど、やってる秋先生を見たらとても。ありがとう、タケル君。気を使ってくれて。え、何？はい、帰ったら俺のゴッドハンドでいつでもシェイクしてやっから。だから今は静まってくれ、マイさん。ラメー、タケル君。女の子なんだし。そうかな。そう思います。ありがとう、タケル君。食べた後言ってくれたでしょ、いつお嫁さんに行ってもって。私お嫁さんになれるかしら。なれるに決まってるじゃないですか。男が寄ってこれなかっただけですよ。そう、学園の男子で秋先生に憧れ。俺だって。俺だって。ねえ、なれると思う？したい？ええ。お嫁さんにしたい？ええ。甘い香りと猛烈な睡魔。島に来てから数日間、僕はみだらな夢を見るようになった。しかも相手はここで出会った女性ばかりだ。疲労かな。いろいろあったしな。音信不通であった父の死、そして腹違いの妹の存在。手紙にはそう書いてあった。僕は家族のことが知りたくなりここに来た。早すぎたかな。こんにちは。何かお探しですか？人と待ち合わせをしていまして。そうですか。この島にはあまり人が来ないもので、つい。お気遣いありがとうございます。綺麗な人だ。久賀雅也さんですね。あ、はい。遠いところをお呼び立てして失礼いたしました。あ、いや、あなたが僕に手紙を。はい、宮倉吉野でございます。初対面にもかかわらず、アスカは僕を兄として迎えてくれた。父がこの島の当主であり、唯一の医者であったことを教えてもらった。そして、僕に全てを引き継いでほしいという遺言を残していた。一体僕。
I don't like where this is going. なあ、もうできないのか？Stop! あ、ジロジロ見るな。ちゃんと見ないと診察できないよ。すぐに帰るつもりだった。だけど僕はここに残ることにした。家を継ぎたいわけではない。多くの人たちが僕を必要だと言ってくれた。それが純粋に心を動かした。おにいさま。次はアスカか。アスカの成長しっかり見てくださいね。な、ああ、お兄様。お背中流しますね。なんで？吉野さんが兄弟は一緒に入るものだと。やれやれだぜ。楽しいですね。兄弟でお風呂って。そうかい。お兄様のことを話す時のお父様の顔、とっても嬉しそうでした。だからきっと素敵な人だろうなって思っていた通りでした。お兄様の背中独り占めしたいです。花嫁。はい、久我家の血を絶やさぬこと、これが当主としての最初のお務めです。そんな急には。僕はともかく相手の気持ちもありますし。この島のすべての女性にとって名誉なことは、当主の花嫁になることと、その子を宿すことです。すべての女性。私をお望みですか？いや、冗談ですよ。花嫁は僕にとって大事な人となる。軽々しく選べやしない。考えるのはやめよう。今はこの夢に身を委ねたい。今夜は吉野さんか。いいえ、もっとふさわしい方が。あ、アスカ。そばにいられれば幸せだって思ってました。でもそれだけじゃ我慢できません。アスカと僕は。これは夢です。そんなことはお気になさらずに、望みを叶えてあげてください。あ、なら吉野さんともしたい。いえ、私は。吉野さん、お兄様の望むままにしましょう。FBI should be knocking this door any minute now.